いや違うんですよ、もうこれもう正直マックス頑張れとしかもう言いようがないじゃないですか、うん、でもそれをねうまく伝えれる人もいないっていうのがちょっと問題かなとも思うけど、うん、それは演出ではなくていう、まあ、共演者も含めてね、はは、うん、北川くんが全然違うことやってっつってもあんまり変われないのはなんでかみたいなところを、うん、そうですね。ちょっとさっきラストシーンを、いやーあれね、だって他の人はできちゃうというかさ、うん、北川くんとか吉健さんとかはできちゃうから、まあ、キャリアの違いとかって言ったらそれまでですけど、うん、何が問題なんでしょうね。確かにこう頑張れと言わざるを得ないというのは非常に分かるんです。セリフの覚え方とかも多分なんか感情先行で覚えとるような気がするから、はあはあはあ、それなしでまずセリフだけとりあえず頭に入れた方がいいと思うよね。なるほど。そうじゃないとセリフさえ入っとったらどんな感情になっても対応できると思うから、はあはあ、うん、それができないとあのシシドさんがいつも同じリアクションしかできなくなっちゃうと思うんですよね、うんうん、だからマックスでやってる時と北川君でやってる時とではそのリアクションの違いがすごいはっきりその差として出てくるし、あと多分マックスは人と絡む時に加減をするというか、特に女性に対してはみたいな、あれはどういうシーンか知らんけども、例えば首絞めるとかそういうのでもなんかいいんじゃねえかって思うけど、そこがやっぱそのゆりさんの言葉ですよ。感情率先というか感情から入るから、そうね、だって感情から入っちゃうともうそれでしかできないね、うんうんうん、セリフ覚えとけばまあそれは多分あの二人どっちにも言えるけども、うん、うん、そうじゃないとそうね、多分同じものしかどんだけ稽古しても出せないような気がするな。割とその課題って多分今回あの 主演だからすごい浮き彫りになりますけど、うん、結構前から持ってた課題ではあると思うんですよ。ああそうね、ゆりさんも2回来ていただいて、うんうんうん、なんとなくか絡み自体はそんなになかったですか。そんなにはないけども、そんなにっていうかゼロだけど、うん、一緒に稽古場にいると見えるもんもあったり。そうね、でもまあそれはやっぱ前から感じてたかなっていうのと、あと一つなんか自分がやんなきゃやんなきゃみたいな、うん、いやいやお前このシーンは相手に頼りゃいいやんみたいな部分も、いやここは俺がなんとかするみたいな感じでいくからあんまりよく見えないというか、多分まあ俺が個人的にあのマックスの役はすごいダッサい役でいいと思うんやけど、うんうん、なんかかっこよくかっこよくしようみたいなのがちょっと出ちゃってるっていうか、うわ分からん、マックスがどういう感じでやってるかは分からんけども、割と今回の、うん、あの役を振られた演出側から振った意図としては、うん、その小島さんのかっこよくやっちゃうっていうのを、うん、今回脱却したいっていう、いや絶対そうでしょ、そういう意図がもうあってああいう役になってるんですよ。そうやね、だからそれが今全然マッチしてないんですよ、うん、うん、だからそれはもう本人の潜在的な意識がそうなのかどうかは知らんけども、やっぱもっと人に頼った方がいいし、うん、なるほど、人に頼る、うん、自分一人では多分難しいね、
今までのやり方では無理やから、それは、うん、結構でもそこって問題意識としては、うん、彼も持ってるとこなんですよ、うんうんうん、それで、まあ、そういう、まあ、悩みっていうんですかね、うん、悩みを持ちつつこの数回公演を重ねてきてなかなか変わることができない、そのつっかえは一体どこにあるんでしょうね。いやーパーソナリティ的な考えすぎか考えてなさすぎかのどっちかですなるほど、まあ、でも結構あの今聞いてて思ったんですけど、そのシーンによっては人に頼れっていうのがあったじゃないですか、うんうん、結構そこがキーなんじゃないかなと僕は見てて、まあね、割とシーン以外の稽古場での言い方も同じことが言えるんじゃないかな、言えると思う、うん、なんかもうだって稽古場は一応まあこれカムイアステの劇団としての公演かもしれないけど、うんうん、あの舞台上立ったらそれ関係ないからね、うんうんうん、同じ共演者として、まあ、お互いをなんていうかそのリスペクトしてるかどうかみたいな、うんうん、ああそれがないと多分コミュニケーションって取れへんし、うん、ああ何が悪いんかって自分の中だけで考えてもそれは自分の考えしかないからね、あのバリエーションが少ないんだよねやっぱり、うんうん、なるほどと思いますね。まあこれさっきちょっと使うか分かんないところなんですけど、これちょっと待って、今までの使っちゃうんだ。使います。いやーこれはきついぞ、こういうのがやりたい。いや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 、これマジきついっす。それを俺が言っちゃってるっていうの絶対これなし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 、これをなんかやんわりと誰かがうまい具合に、ね、伝えて、まあ紆余曲折を経てマックスにうまく伝わればいいなって俺はちょっと思ってるけど、いやでも結局それをずっとやってきたここ2年ぐらいなんですよ、はい、で、うん、もういよいよちょっともうちゃんと向き合おうじゃないかっていうところで、この公演とこの企画も、まあ、公演の趣旨には割と一貫で含まれてる感じはあって、はいはいはい、もうその何が二人にとって、まあ、今喋ってる小島さんですけど、うん、にとって問題なのかというのをもう明確にして、ちょっともうごまかさずに向き合ってみようよっていうところなので、うん、まあバッチリ使うと思いますきついだこれ、ほんと俺損してるってこれマジで。あ、それはそれは面白い。いやいやでもな、だって吉健さんとかさ、島田さんとか、あとお杉さんとかさ、すごいいい役者さんいるんやからさ、その人たちから盗めることとかさ多分あると思うんやけど、うん、多分マックス的にはああやって北川くんとか吉健さんに自分の役やられるのすげえ嫌やと思うよね。まあてか役者としてはあれはきついですよね、うんうん、大勢が見てる中でさ、うんうん、で多分あれってぶっちゃけ逆効果というか、うんうん、まあ、単純に言うと他の人にああいう風にやられちゃうと、もう自分がああいう風によりやりづらくなっちゃう。そうやね、うん、そうそう、だからまあマックスがもっとね柔軟性があれば、柔軟性というかね、あんま何も考えずにいけば、例えば北川くんがやったらまんまそのまんまやるとか、うん、吉健さんがやったやつそのまんまやるとかできるかもしれんけど、そうでもないからね難しいかなと。なんで人に頼って芝居できないか、人に頼る稽古場の言い方ができないかっていうと、やっぱ単純にこう頼るって自分をさらすってことじゃないですか。まあそうですね、だから変なプライドを持ちなんですよ、うん、まあもうそれはずっと思ってたけど
だろうね、どうすりゃいいのかな。彼女を掴む時の手とかがもう嘘すぎて、だって奥さんだよね、うん、役的に難しいな。結局さっきもこうガッガッて言って、うん、でみたいに、そう、え、なんなんいやいや、そこで止まらんやろお前普通みたいなさ。そうそうそう、ちょっとほなあのガッてなるのが目的になってるから。ああそうね、やんなきゃいけないみたいな。そう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 、違うで俺が言いたいのは、あ、言いたいのはっていうか、別にそのさっきのまずセリフを覚えるっていうのは、うん、感情とか抜きにして無の状態でセリフを覚えた方が、あのやり方変えてって言った時にセリフつまらないんですよね、うんうんうん、つまらずにいけるから絶対そっちをやった方がいいと思ってて、うん、感情ありきでセリフ覚えるともうそれ一本でいっちゃうから、じゃあちょっと変えてみようかって言われた時にえってなっちゃうんだよね、うん、確かに何回目かから結構詰まるところが増えました。すげえ詰まるようになったから、これはもうセリフの覚え方が悪いとしか思えなかったです俺は。長時間ありがとうございました。いやこれほんと使えやんで、マジで使います。いや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 、ほんとにやめた方がいい。いろいろあの劇団会議通した方がいいっすよマジできついって、マジで。